はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずいこです。それでは今回なんですけども、キャッシュレス生活には欠かせないスマホ決済アプリ、プリン、使い方やメリットやデメリットなど徹底解説ということで、今回はあの無料送金アプリでおなじみのプリンについてお伝えしていこうと思います。まあこれまで何度か動画にしてお伝えしてきたと思うんですが、まあプリンだけに特化した動画というのをこれまで作ってなかったので、今回は僕なりに簡単にまとめさせていただきました。まあぜひですね、プリンは実際に使ってみて便利なスマホ決済アプリなので、最後まで楽しんで いいただければと思まあそもそものこのプリンなんですけどもまあご存知の方多いと思うんですが無料送金アプリのプリンと読みますもともとこのアプリは一つのスマホ決済アプリでもあるんですけども公式ページにはお金のコミュニケーションアプリということでも記載をされていますまあなのでこのプリンで決済が可能という以外にも LINE みたいなプリンのアプリ内でメッセージのやり取りも可能となってますので結構便利です で、ここからは、そのプリンの魅力について、大きく3つに分けて、まあ、使い方など含めてお伝えしていこうと思います。 それではまず一つ目はこちらからですね。じゃんということで、やっぱりこれですよね。セブン銀行 ATM から現金が手数料無料で出金可能ということですね。まあ僕自身はこれが一番プリンの使い方としたら結構多い方かなと思います。まあそうなんですよね。このプリンとご自身が持ってる銀行口座が連携可能であれば、手数料無料で現金を出すことっていうのができます。 まあなので、まあキャッシュカードはいらず、セブン銀行 ATM があれば、24時間いつでも現金を出すことができます。まあちなみに出勤するときは1日の上限が10万円までとなっていますので、まあそんなに現金を使うことって多くはないと思うんですが、まあそこだけは気をつけてください。 ま、実際にですね、出勤までの流れを簡単にお伝えするとこんな感じとなっております。まあ、一言ずつですね、加えていくと、まあ、先ほどもお伝えしたように、プリンと銀行口座を連携する画面というのがそもそもあるので、そこでプリンと銀行口座をつなげると。 次に実際に、あー今日現金必要だっていう時にですね、この丸2番の作業から入ります。連携している口座からこのプリンのアプリに必要な分をプリンにチャージをします。1000円だったら1000円とか、まぁ、あ、5000円だったら5000円、1万円だったら1万円をプリンにチャージをします。そうしたら、ここでプリンのアプリでお金を戻すという項目が表示されるので、あとはそのチャージした分をセブン銀行 ATM に向かってまあ出金の手続きをすると。 それで出勤が完了というような流れになります。まあ一応ですね、画面繊維がどんな感じなのか簡単にお伝えするとですね、まずはこのプリンのアプリを実際に開いたら、ここのチャージをするというところをタップします。そしたらこんな風にですね、画面が出てくるので、まあこれもうすでに銀行口座と連携している状態です。で、例えばここの三井住友銀行というところをタップして、銀額入力の画面で試しにですね、1000円をチャージします。 で、これでプリンへのまずチャージが完了ですね。次は出金をかけるので、左下のお金を戻すというところをタップします。で、ここの一番上のセブン銀行 ATM というところをタップして、 あとはですね、ここでおろしたい額を入力するので、まあ、先ほどチャージした1000円を入力して、現金を下ろすというところをタップします。そうしましたら、この画面が表示されるので、この段階で、あとはお近くのセブン銀行 ATM での流れの通り、出金をかけます。まあ、せっかくなので、実際にですね、現金を下ろしてきた映像もありますので、そちらをご覧ください。どうぞ。 以上が現金を下ろすまでの流れでした。まあ、ちょっとですね、見せれないところはですね、拡大してたんですけども、ま、ほん流れとしたらめちゃくちゃ簡単ですね。 ちなみに、一度、講座を連携すれば、今後はこの2、3、4番を行うだけなので、トータルで言うと、この作業に、まあ、慣れると、1分もかからず現金を下ろすことができるので、本当にこの機能は、ほんと便利だなというふうに思います。まあ、ぜひですね、やってみてください。まあ、あと、ちょっとした注意点で言うと、まあ、1日1回までが手数料無料ということ、まあ、出勤の手数料が無料ということなので、まあ、そこだけ気をつけてください。それでは次ですね。じゃんということで、銀行家の資金移動が無料、確保上限ありということですね。まあ、これ僕自身も 直利用させてていいただいてま,すまあ実際にこの資金移動自体はどんなう時に使うかということなんですけども、まあ実際にですね、流れをまあイラストで表すとこんな感じです。例えば会社のお給料に A 社の口座に入るんだけども、まあ自分が使ってるメインで使ってる銀行口座は B 社ということで、まあけど給料が入ってる A 社の口座から現金を移動させるのがめんどくさいなという時とか、何かしらの引き落としだけは別の口座というパターンって結構あると思うんですけども、そういう時にこの資金移動の機能っていうのが役に立ちます。 ま、この A 社の口座を、お金を、ま、プリンを返して B 社に移動させるという、めっちゃシンプルな流れですね。実際にテキストで表すとこんな感じとなっております。丸1に関してなんですけども、プリンには銀行口座を複数登録ができます。まあ、A 社と B 社の銀行口座としましょう。で、まずは A 社のお金をプリンにチャージをかけます。ここまでは先ほどと同じですね。次3番目ですね。チャージしたものを、プリンのお金を戻すという機能があるので、まあ、先ほどもお伝えし,し,し、した部分ですね。そこからご自身の連携を B 社の口座に出勤をかけますそしたら、あとは、その日の午前11時まで申し込んだら、その日の15時にまあ振り込みがされるか、もしくは、午前11時以降に申し込んだら、翌営業日の15時まで、その B 社の口座に振り込みがされるということになります。まあ、基本的にこの作業自体も振り込み手数料などがかからずできるので、そこがまたいいんですよね。まあ、出勤上限は1日あたり10万円までなんですけども、気軽に使うなら僕的には正直、 正直これで十分だなとは思っております、まあ、ちなみにその銀楽天銀行の場合は月に4回目以降の出金については220円の手数料というのがかかるのでこれはお気をつけくださいそれでは次3つ目ですね じゃんということで、送金が気軽にできるということになっております。まあ、プリン自体もともと先ほどもお伝えしたように送金アプリなので、まあ、その送金も簡単なので、まあ、このままやり方をお伝えすると、まずこの画面で送るというところをタップします。そしたら友達が登録されていればそこから送ってもいいですし、もしくはここの QR で送るというところをタップしたらですね、このような送金画面が出てくるので、 あとはその送りたい額をここに入力して、その出てくる QR コードっていうのを相手に見せてください。そして受け取る側なんですけども、ここのもらうというところをタップして、右上の QR でもらうをタップします。そしたらこのようにカメラ機能が立ち上がって、相手側の QR コードを読み取ります。そしたら受け取りが完了というような流れになります。もちろんプリンで友達追加をしていれば、QR コードで読み取らず、そのまま、あの、送金もできたりですとか、あとはそのメッセージのやり取りも可能なので、これって本当にとても便利なんです。 ですよね以上がプリンのちょっとした魅力3つについてでしたちなみに他にもですねプリンではこのようなサービスありまして法人から個人のスマートフォンにいつでも簡単に送金ができる業務用プリンというものがあったりですとかあとはですね少し前からサービスが開始しましたプリンチームというサービスもありますこのプリンチームというものはプリンのこのアプリ内でコミュニティなどが作成できましてそこからそのプリンを使って長い投げ銭などができたりしますまあ誰でも参加可能でイン インスタグラマーとか他にもま YouTuber などもまあいらっしゃったりと結構ですねまあ個人が活躍できる興味深いサービスとなっておりますあとはですねまあ僕がこのプリンを実際に使ってみたまあデメリットなんですけどもまあこれ一つですねやはり何と言っても連携可能な銀行口座がちょっと少ないかなと思いますまあ、最近はですねちょくちょく増えている傾向ではあるんですけども 今が、こちらがですね、対応してる銀行口座ですね。これが全部となっております。最近は一番左上、ちょっと小さくて申し訳ないんですけども、ゆうちょ銀行が最近は連携できるようになりました。で、あとはちょくちょく、まあ、地方銀行とかもあるんですけども、まだまだちょっと対応してる銀行口座っていうのが少ないので、使いたくてもなかなか使えないっていう方が、結構コメントなどでもいただいております。なのでですね、まあ、ちょくちょく本当対応してる銀行増えてるので、今後のプリにも期待はしたいと思います。そして、最後にメリ,メリットなんですけども、出金手数料が無料 各一部除くと,いうところでもうこれはもう動画の冒頭というか最初の方にもお伝えしたんですけどもやっぱりセブン銀行 ATM とかまあそういった振り込みというか資金移動でも手数料無料でもできるのでまあそこは本当にこのプリン魅力的なアプリだなというふうに思っております。 まあ、そんなこんなで今回はプリンの魅力、メリットやデメリットについてお伝えさせていただきました。まあ、このプリンはお財布にキャッシュカードを入れたくない、現金を入れたくない、コンパクトな生活をされる方には本当に持ってこいなサービスかと思うので、まあ少しでも興味があれば実際に使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ僕も本当に結構使ってます。一応ですね、下の概要欄に今回のプリンの公式のリンク貼ってますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいと。 ということで、本日の動画は以上です。うん、ご視聴どうもありがとうございました。 先日ですね、あの動画にもしましたあの、ビザプリペイドカードの新しくなる新キャッシュなんですけども、発行のステータスを見たら、今このような画面になっておりました。まあ、現時点では、カードの発行の、まあ、発送準備中という風に出ていましたので、これはまたこう届くのが結構楽しみではありますね。まあ、この動画を見てくださってる視聴者さんは発行ステータスどんな感じですかね僕は今、郵送、まだ郵送はされてない状況なので、まあ、ちょっとワクワクしない なながらたいいと思いますまあ是非ですね来週あたりに届いたら早めに届き次第レビューしたいなと思っておりますのでこれも気長に待ちたいと思いますということでありがとうございました